ピエロが対象ギフト。どういうことかな。どうやって書こう。あ、今ハロランってやつやってるの。ハロラン3日間やってるらしい、ずっと。30日まで。31日は何か、何かが起こるって。こんばんは、こんたもん。どうもーん。どうやって書こうかな。どうした、どうした、で、お菓子と、かぼちゃと、ピエロが対象ギフト。ハロウィンギフトって書いたらややこしいよね。ハロウィンギフトって他にもあるもんね。なんか、ね。ハロウィンギフト対象があるから、お菓子と、かぼちゃでいいか。じゃあ、ピエロまで書くと長いか。ファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。何しようか。かぼちゃの絵文字。うん。ありがとうね、ハロウィンギフト。かぼちゃの絵文字って。かぼちゃってやつだったわ。はい、じゃあこれで。カンタムーどもー、かまわ、初おもの方ありがとう。どうも、お菓子かぼちゃピエロがイベントギフト。そうそう、ランキング、ハロウィンギフトのギフトランキングがあって、この3つだけが、なんでこの3つの全部対象にするかな。レベル9達成ありがとうございます。ありがとう、ハロウィン。ハロウィンの日はカニとカエルのカチューシャどっちどっちもつけない。つけません。うん、フロマンさん。ピエロ、ありがとう。ありがとうございます。インタさん、リンゴスターありがとう。ああやってね。ありがとうございます。みんなかぼちゃもありがとう。ピンクカミオさん、ファンデベル16。ありがとうございます。ありがとう。タケさん、ファンデベル14。ありがとうございます。ありがとうね。カンタムーとも。ハロウィンコスかわいい。今日ハロウィンコスしてないんだよね、今日。スノーピース。ガンダム、アキサム、ウェルカムコメント変えろ。ショールームハロウィン2024っていうイベントやってる。貼り付けていき。ランクアップ63位。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ランクアップありがとう。こんばんは。ハロウィンイベントだから毎日コスプレしないよ。すいません。こんばんは、たまーん。レベル10も達成だ。ありがとうございます。花火ありがとう。あとね。よいしょ。こっちね。ジロップじゃない。なんだっけ、これ。はい、帰って。ウェルカムコメント。こっち。キーン。よし、できたな。あちたむーたま、こんばんは。え、ハロウィンの日、台風来るの？嫌すぎるな。私、キャンキャンルームがあるんだけど。ぬくざよ、台風来ちゃったら。どうどう。やだな。キャンキャンルーム、牛服だからさ。やだ、雨で濡れたら。
こんばんは、コンタムーン。ゾンビメイクうまい。ゾンビメイクしてない。あ、でも今日マツパ行った。え、あんま分かんないよね。マツパ行った。あげてもらった、まつげ。こんばんは、どうも。マツタムコンタム。どうも、こんばんは。どうも、アンチです。なかなかいないのよ、そうやって言う人。おはたむ、どうも、コンタム。あ、キキュキャンキャン。行けなかったんだよね、今日行こうと思ってたのに。いろいろしてたらいけなかった。カナピ。レベル11達成。あいつ、ます。ありがとう。いや、でも他の買い物してたのよ。買い物して、帰ってきた。なんか、これ買った。で、百均行く用事があったから、百均行って、キャンドゥ行ったのよ。コロコロクリリンの。マスコットキーホルダー、かわいい。コロコロクリリン。チャンさん、リンボスターありがとう。あいつます。あいつね。コブさんが暴れちゃう、ほんと。かわいい。サリオのキャラクター、これ。コロコロクリリン。ハオタロじゃないよ。コロコロクリリン。ハオタロとは違う。だって今日ガチャガチャ回して、なんかキティちゃんの、なんか、マスコットキーホルダーのガチャガチャで、これに当たった。なんてやつだったっけ？で、これなんかさ、ここにさ、なんか、いっぱいついててかわいい。ウブと言ってないよ。ウブはお留守番してもらってよ。ん？これどっちだ？どうしたらいいんだろう。ちょっとわかんないな。なんか、ここにさ、リボンとハートがついてる。花火。レベル12達成。あいつます。ありがとう。あいつね。初物の方ありがとう。こんばんは。おはたむ？こんたむ？うるさいよーって。コロコロさん、はじめまして。あ、なそれ。かわいいしょ、ここのさ、なんか、ベルトがついてる。ハートとリボンが。かわいい。難しいな。わかんない。どういうキティちゃん。キティちゃん。ウィンクしてるキティちゃん。W バーとマック影の守護神さん、400回目の方もありがとう。たくさんありがとうございます。あとね。おはたむーとも。あと、なんか、サンリオの振り向きマスコットキーホルダーみたいな。これもなんか、さっきのキティちゃんと同じようなやつで。これは、コヒミョンがあったから、コヒミョン狙いで回したね。これちょっと一回400円だったから、ちょっとこっち、やはり一回300円で、一回400円だったか回して、一回400円だったか一回しか回せなかったんだけど、半行動だった。よいしょ。振り向き、振り向きマスコット。ちょっと振り向いてる。振り向きマスコット。半行動。かわいいでおはんけど、いいじゃん。あと1回回した。あと1個。これはプリキュア555の目印チャーム。かわいい。目印チャーム。プリキュア555見てたから回した。そんなもん買わなくて。なのキャンキャン買う気ゼロ。いや、あるよ。なんでそんなこと言うの。なかったんだよ、そこまで行く。よいしょ。じゃあ、マツパして買い物してた。あれ？開かないんだけど。ランクアップだ。33位、アキセンス。ありがとう。あとね。ありがとう。あはたも、あちたも。ちょっと開かない、これ。なんかまだ買えてない。集中に帰ったらいいな。よいしょ。こんばんは。これ目印ちゃん。かわいい。コンタム、マズクさんファンレベル19。あいつます。えいと。
こんばんは。おつとむ？おつとむ？ムーさんうるさいよ、ほんとに。暴れ回ってるじゃん、ブリさん。うるさいね。こんばんは。初おもの方、二度目の方、ありがとう。どうも。かわいい、このマスク。キーホルダー。しまっとく。ヒゲ役は行かなかった。ブブ参加するけど。ヒゲ役なんて聞いたことないでしょ。二度目の方、ありがとう。どうも。暴れん坊ブブショット。さん、暴れん坊だけどね。困るわ。こんばんは。閉まおうかな。このガチャガチャいっぱい閉まってる。クリラクマのこのポーチも前にガチャガチャで回したやつ、なんか閉まっちゃった。今日さ、なんかこれ買ったの。なんかこう中にさ、いろいろ入れれるやつ、中に入れれるやつ、これ買ってさ、これにクロムちゃんのさ、ラバーキーホルダーをさ、入れようと思って買ったの。持ち運べるように、汚したくないからさ、そのままつけたくないから。めっちゃ可愛い。こうやって、あとなんか何かを入れて持ち運び用に買った。可愛い。何入れようかな。よいしょ。ロゴを切り替える。汚したくないかな。お金入れよう。やだよ、その中に入れれるやつ。うわ、いい。なんだそれ。これなんていうの、これ。よくわかんない。なんていうの、わかんない。何入れようかな。何入れよう。なんかクロムちゃんっぽいガチャガチャのやつあったらよくないと思ったけど、なんもないや。クロムちゃんっぽいやつなんてなかったわ。ないな、ちょっと困った。カードなんだ。なんでそういうもの入れる。違うのよ、これは別になんかこう必要なものを入れるんじゃなくて、お金とかカードとかそういうの入れるんじゃなくて、こうやって持ち運ぶ、なんかキーホルダーとしてつけたいだけだから。違うのよ、そういうのじゃないの。入れるの、字入れたらやばいでしょ。何入れよう。なんかいろいろ入ってるって言ったのか。なんかキーホルダー入れようかなと思ってて、私前に回したガチャガチャどこにしまったっけな。なんかもういろんなとこにしまっちゃって分かんなくなっちゃった。名刺入れよう。山田教科、やだよ。なるほど、そう、これカバン代わりに持ち運ぶやつじゃない。キーホルダーみたいな感じで、自分の好きなものをいっぱい詰め込むやつ。カンタムとも、こんばんは。何入れよう。なんかいっぱいガチャガチャあるけどさ、なんかクロムちゃんっぽくない。お、ランクアップだ。25位。あいつです。ありがとう。あいつ。こういうの入れるのむずい。何入れてんじゃん。こういうのやったことない。なんかガチャガチャで回したものとか、お気に入りのもの入れたりとかするらしいんだけど、こんなしたことないからわかんないよ。どこやったっけな、前に回したやつ。好きなもの、やっぱお金。やっと。ガチャガチャ、ガチャガチャいっぱい、この中にいっぱい、全部ガチャガチャで。これは違うの、なんかちょこちょこ違うのも入ってるけど、なんかサンリオショップで買い物したらさ、売れるおまけみたいなやつも入ってるけど、なんかいっぱい入ってる。こういうのはちょっとでかいから違うじゃん。こんばんは。でも松パっていくらくらいするんだろうとふと気になった。松パは安いとこだったら5000円以下ぐらいで、ちょっといい値段するとこやったら、まあ8000円とかするところもある。松パだけで、
お店に言ってよ。だって5000円以下だ。その松パンの種類にはある、夜なんかいろいろあるのよ。普通のまつげパーマ、パリジェンヌ、メーテルラッシュだっけ、なんかなんかあるのいろいろ。普通のまつげパーマが一番安い。普通のまつげパーマだったら結構安いと思う。3000円とかかなぐらいかな。私パリジェンヌが好きだから、パリジェンヌなんか違うの、この上がり方が違うの、まつげの。パリジェンヌってやつはもう根元からめっちゃ上がるみたいな感じのやつ。だからパリジェンヌにしてるんだけど、パリジェンヌ逃げちゃった。トカンタムはアンタム、たまーん、たまたま、カマは5000円安く、あ、5000円、パリジェンヌ、パリジェンヌ5000円ぐらいだったら安い方、あのもっと吸うとこが多い、大体安い方で。カンタムーだまー、カバチャギフト、カバチャ、え、カボチャって売ってるじゃん。カバチャになってるわ。あれ？ウェルカムコメントがテロップかと思ったわ。打ち直したよ。カボチャにしたよ。更新してみて。打ち上げさんファンデペル17。あいつも、あいつも、あいつはタイピング無視してた。ミスってた。ミスってたわ。ロカ行きたい？ロカ出してこい、ちょっとロカのまま出して、ちょっと待って、ちょっと廊下に出してこようと思ったんだけどさ、あの可愛すぎて捕まえてきちゃった。廊下の前で泣いてて、なんか廊下うろうろしてて可愛かったから捕まえてきた。ブブさん昨日ねお風呂入れたんだよね、モフモフだから、モフモフだね、ブブさん。あつもの方ありがとう。こんばんは、モフモフだね今日、いつもより。捕獲しちゃった結局。ふふふ、ふいちゃん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 、暴れてるわ。めっちゃ廊下見てる。あ、ランクアップ19位、ありがとうございます、ありがとう。えっとね、出してあげるか。さっき出そうとして捕まえてきちゃったから、今度こそ出してあげるわ。よいしょ、扉開けてあげた。嘘がないちゃう、ミスタープープー、よいしょ。出してあげた、出してあげたら戻ってきた。どうしたの？うさ、出ないんか、いろうか。せっかく出してあげた。なに？あ？めっちゃ泣いてる。めっちゃ泣いてる。あつたまーだまーん。結局難しい、これめっちゃ可愛い。なんかさ、このカラビナの色もいっぱいあって、うちは寝てる。
っぱいあったんだけど、シルバーにした。クロムちゃんっぽいかなと。カニカマどこ、カニカマない。あ、カニカマ買ってきてないけど、買ってくればよかったね、ブブさん。買ってくればよかった。買ってこなかったわ。何がいいかな。何いるよ。マシアイシさん、ファンデペル14、アイスマス、ありがとう。こんばんは。ブーはたまには家の外の世界に行くなよ。ブブさんはずっと家にいなさい。ブブさんはずっと家にいなさい。カニカマ投げた。カニカマもうないのよ。なんでそんなカニカマ好きなの。キャンドフーに無理やり入れがって謝罪とチュール要求する。チュール昨日あげたよ、お風呂入れたから。ゴビ投げた。マリコにうるそう出してたからチュール。そのぐらいじゃあげません。わかったもんかも。どうしようかな。裏にこぎに入れようかな。ちょっとなんかクロムちゃんっぽいやつなんか買ってこよう。難しいな、こういうの。カニカマやな。ウーパッチとコジミンのコラボ。ちょっと、私はあんまりでなんかこういう感じの顔だけ。かわいいよね。これでもあれだな、このこれいらないわ。ボールちゃんとボールちゃんとなんか仕事結構なんかみーちゃん、アタムーやはー。なんかヘアソファンだからちょっと裏にこういうの入れた。かぶってるな。まあいいか。まあいいか。かぶ、ボタンとかぶっちゃう。まあいいか。なんか、ないかな。クロムちゃんっぽい。クロムちゃんっぽいってむずいよね。コギメはいるよ。いらないもの入れるんじゃないの。自分の気に入りのもの入れて。これ入れたらいいんじゃない。大人バッチ。クロムちゃんのグッズ。これいいんじゃない。よいしょ。どうやって入れるかな。入るかな、バッチとか。分厚すぎる。あんま厚いとこない。あー厳しいかも。ギリギリ。あーい、どうした、ウブさん。さあ静かにして。ギリ閉まんないかも。あ、いけた。めっちゃ飲むね。初見バッチはないよ。バッチありません。なんかここに挟めたの。大人が、大人バッチが落ちちゃう。お、ランクアップ18。ありがとうございます。ありがとう。ウーなら何。ウーならチュールだね。チュールとカリカリ混ぜたやつかな。ベッドベッドになっちゃうけど。そうだよね、ブブさんね。ね、ブブさんね、ね、はいね。私どこにあったんだろうな、前にいっぱい回したやつ。前にあんま回してなかったんです。どうしようと。これかな。あれ、このサンリオのさ、おまけをいっぱいしまってあるカンカンがあるの。それもってこれかな。サンリオのおまけいっぱいしまってあるカンカン、ディズニーのカンカン。チョコが入ってたやつ。フロマンさん、レインボースターありがとう。ありがとうございます。それ持ってこうかな、ちょうどいいかも。ディズニーのカンカンにめっちゃ
サンリオのサンリオのやつ入ってるね、いいの見つかりそう。クロミちゃんのやつがいい。クロミちゃん一応持ってるんだけどさ、ラバーストラップ、これクロミちゃんの方がいいかな、今度一緒にいる。クロミちゃんの方がなんか、まあいいや、私コキムが好きだから。ネズミの耳はない。ちょっと待ってくら、ちょっと待ってて、あのサンリオのショップでもらったおまけのやつ持ってくる。タイムカプセルに昔の字嫌すぎる。これ私が初めて、ね、ディズニーに行った時に買ったあのチョコが、え、知ってるこれ、みんななんだっけ、これチョコレートクランチのカンカン、初めてディズニー行った時に買ったんだよな、ずっと持ってる。これここにちょっといっぱいね、友達と、あー、うん、私ちょっと、あ、そう、サクサクのチョコのやつ、これめっちゃ美味しくない？もう最近はさ、缶のタイプじゃなくってさ、なんかこれさ2個あるじゃん、缶のタイプと紙の箱のタイプ。紙の方買うようにしてる。美味しいから買うけど、じゃ缶そんなにあっても邪魔だからさ。ここにさ、ちょっとね、いっぱいね、友達とかと撮ってる、いくらが入ってるから、あんまなんか見せられないんだけど、いっぱいね、ほら、サンリオの、ほら、おまけが入ってる。コギムの種類出てきた。レスターさん2度目の方もありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとうね。メルカリで売るな。売るなよ。あ、これこれも出てきた。あのロケでさ、あの茨城のロケで行った水族館のシール出てきた。僕にしまってた。ラッコさんがフォローしましたじゃないの。大分のシールも出てきた。キープディスタンシング、カナダの期間的かな、空港でもらったのかな、おいたのシール。あったあった、まだ。あ、クロミちゃんあるじゃん。これなんだろう。これクロミちゃんの。クロミちゃんの。クロミちゃんの写真立てみたいな。なんかさ、プリクラと一緒にしまっちゃってるからさ、隙間とかに入っちゃってる。今までサンリオで買い物したやつと、あとファンの方がさプレゼントに一緒につけてくれたやつが入ってる、この中に。結構あるよ、結構。ほら、あ、ランクアップだ、14位。ありがとうございます。ありがとう。いろいろほど、あ、確かに大事に取っとく派だね私。結構ほらいっぱいある。ポチャッコ率高い、ほらポチャッコパロン。うん、むしろめっちゃ可愛い。ラッパはしまっとこう。OK。サイン書いてこのルームで売ればお小遣いだる。いいの、売らないから。売りません。
ね、美容院も予約したからそれまでは長いの耐えよう。こんばんは。メルカリよりこのルームの方が高く売れる。売らなくていいの、ね、よ。キャンキャン見てファンになりました。違うだろ、元からいたじゃん。なんか塗り絵とかもある。塗り絵、え、何枚かついてる。5枚入ってる。結構入ってる。で、お茶っ子の塗り絵。あ、お茶っ子の塗り絵。これかわいいな。これちっちゃい人形持ってる。かわいい。ほら。使ってないけど。こういうの使えないんだよね。だからいっぱいこうやって取ってあるの。使えないもらっても。保存。めっちゃいいの。かわいい。なんかこのポチャッコ3つある。レターセット的なやつ。同じの3つ。ゴーポチャックだね。これなんだろうな、ノートかな。塗り絵楽しそう。塗り絵ずいぶんやってないよ。かわいいけどね、これ塗れないわ。あれは、あ、これちっちゃいノートだ。ノート、かわいい。てか、ま、窓際行っちゃった。ひのにゃんまるさんファンディペル18。あいつのあいと塗り絵配信しないし、シナモンもまあまあかわいい子で、なんかさ、ちょっとさ、わかる、ぷっくりしてる。ほら、伝わる、ちょっとぷっくりしてる、わかるかな、ぷっくりしてる、ちょっとかわいい。くるみちゃん、ちょっとくるみちゃん撮っとく。あとでもくるみちゃん。ポチャッコが多いな。ちょ、なんかポチャッコの裏がクリーナーになってるやつ。なんか拭けるやつ。あと、なんかちっちゃい紙袋みたいなやつ。裏。同じ量かと一緒に切る。こっち切り。キララでね、ちょっとララしか見えてないけど、下にキキマンが青いか。かもちっちゃい子、これ何に使うんだよね。なんかちっちゃい子のおままごとみたいなやつに使えそう。ちっちゃい、ネシ悲惨なことになってる。ネシブブやったな、これ。絶対ブブだろう。タマはガリッコ、なんだそれ。いいガリッコって。で、これが、あ、落とした。ポチャッコ率高いわ。これがシール、ピントが来てきた、シール。だいたいね、選べるキャラクターにポチャッコ、シナモン、ポンポンプリンが多い。あとマエメロちゃん、クロミちゃん、キティちゃんとか、だいたいそのキャラクターなんで、なんかいつもね、ポチャッコ選んでたわ。だからだ、こんなの。シナモン。シールこれ。シールだ。レコード風シールだって。シール。キキララってどっちかわからなくなる。キキが青い方よ。ララがピンクの方。こっちにもある。なんか、ビーチサンダル風のマスコット。なんか平成って感じ。これ、あとはどこかな、よいしょ。クロミちゃんはプリンくんのケースに入ったシールかな。これシールだ、オムライスのシールだ。
オムライスシーンちっちゃい、こんなサイズやばな、しまっ、しまってるか、しまってるのかも、こんばんは、どうも、足ちっちゃすぎるマスコットだからコギミン、そう、コギミン大体いないのよ。いたらコギミン一択よ、そりゃね。コギミンしかいない、コギミンしかいない、間違った、コギミンいないの、大体これなんだろう、ね、なんかさ、私ミニチュアのもの好きだからさ、このおまけ結構嬉しい。サンリオで買い物するともらえるのよ。オンラインじゃもらえないけど、あのお店で買い物するともらえるの、毎回おまけが。なんだろう、ちっちゃい、ちっちゃいファイルだ、見てほら、ほら見える、これさ、ちょっと開くんだけど、ほら、ほぼ何も入らないファイル、うん、ゴムプリンって書いて、見てほら、動かない、ゴムゴムプリン、ほぼ何も入らない、何もしまえない、これかわいい、ミニチュア好き、こういうのシール落ちちゃった、シナモンシール、ほぼ何も入らない、はい、何も入らないよ、このちっちゃいファイル、何が何も入りません、これは。で、これめっちゃかい、これなんか確かね、50周年の、50周年限定のキティちゃんのなんかハートのチャーム、まあ、ちょっとプラスチックのやつにシール貼っただけなんだけどさ、おまけだから、ちょっとそれをよいしょ、ハートのチャーム、後ろは何もないけど、ハートのチャーム、ドアはなんだけど、めっちゃ可愛いの、ほら、高い、かわいい、ドレス着てて、リボンいっぱいで、ハートちゃん、こんばんは、初物の方ありがとう、今日はタモのサンリオグッズコレクションの紹介配信。え、これな、グッズ、これあれよ、あのサンリオショップで買った時にもらえるおまけたち、もっとあるから、50周年ってことは50周年まあそういうこと。え、かわいくない、かわいい、これ限定だったから、限定って、なんか50周年限定のって書いてたから、なんなのこれ選ぶしかない、他にもいろいろあったんだけど、これ、これ一択でしょクロイちゃんが、これメモ帳、めっちゃちっちゃいメモ帳、何書けばいいんだろうな、書くとこほぼないよ、一言ぐらいしか書けない、ほんのあとこれが写真撮って、ちっちゃい写真撮って、めっちゃ可愛くない、これ、くるみちゃんあんまね、くるみちゃん2個しか持ってないんだけど、もっと選んどけばよかった、くるみちゃん、かまわ、ゴーストがたくさん昇天してる、上手したあ、ほんとだ、ありがとう、いいな、ゴースト、にゃんばくさんたくさんありがとうね、ゴースト、あいつです。お化けじゃなくて、お化けそこはお化け、こっちだね、めっちゃ濃いくない、ちょっとクロムちゃんのやつに入れるの、選ぶ、しまおう、うん、よし、量が多いかね、こんばんは、こうか、いっぱいあるわ、気づけばどんどん増えていく、ファンの方が自分でさ、あのサンリオショップ行ってもらったおまけとかも結構あるけど、ファンの方がさ、プレゼントでさ、サンリオショップに買いに行ってくれてさ、それでくれたやつもなんか嬉しい、こんばんは、どうも、どうも、よいしょ、何入れる、足の向いたり、足の向いたり、大変な30分間、
どういうこと？かぼちゃってジャックコロリンなんて、あ、そう、それ、ちょ、名前長いからかぼちゃって書いた。そう、それです。これ入れようかな。え、でもこれ、あんまりさ、高さ、ね、厚みがないからな。そんなのがいいか。これも落ちちゃいそうだな、厚みがないから。結局、おまけ良くないかも入れるの。厚みがないと、これ落ちちゃうわ、これ。今気づいた。ちょっとダメかもしれない。あ、これ出せばいいんだ。ここのさ。クロムちゃんのパーツ、うまいな。結構買ったのに、100均で。めっちゃいい感じだ。こんばんは、どうも。大人バッジを入れて、むずいな、入れる。結局いらなかったかも、クロミちゃん。結局よいしょ、閉まらない。うん、難しい。袋の見えてこない。単純クスが高いかもしれないと配信聞いてきました。当たりませんよ。当たりません。当たりませんか、ね、実は。嫌です。なんかあれだな、裏にもいっぱいついてる。いいな、これ。なんかこれいいよ。いいよな、ガチャガチャあればちょうどいい。難しい。これ出来上がったらなんか出かけるときカバンにつけてて、かわいい。サンリオ大好きな、ほぼ22ちゃい。22ちゃい、いいでしょ。22歳でも好きで。コロミちゃんのたまごっちコラボのやつだから、メロディッチってあれ、これ書いてる。違ったっけ、メロディッチ。押したまーたまー、これで、まあ、ガチャガチャ回してもさ、あんまりさ、こう使えてないから、こういうので使わないと。ボールチェーン外れやすいから、あんまりさ使えてないんだよね。めっちゃ斜めになるな、これ。閉まんないぞ。閉まれ。おお、あ、いいんじゃない。なんか違う、でもちょっと待って、ちょっと待って、微調整。なんか大人バッチさ、クリップがついてるからさ、どうだ。なんか歌わないな。あ、止まらない。どうしたらいいのこれ。知らない。ちょっと待ってね、あとちょっとで完成なんだ。
茶を取ってる。てるけどめっちゃこのサンリオとたまごっちコラボのあんま見たことない。ピンとちょっと合わないよ。見えるね、なんとなく。これ下がクロミちゃんとメロディッチだったっけな、ちょっと忘れちゃった。あとあピントと上がカギュンとウーパッチっていうタンゴちゃんキャラクターのコラボ。いいんじゃない。なんかどこが下に行っちゃった。タラコクシリの声優そうウーパッチ、かわいいクロミちゃん。もうちょっと綺麗にしないとんじゃない。どうしたらいいんですかこれは。遊んでる推しってこんな感じ。おもちゃで遊んでるんじゃない。違う違うぞ、なんか違う。私はこう綺麗にしまってる。綺麗に推しのグッズを綺麗にしまってるとか。なんておもちゃで遊んでるなんて。あ違うぞ、なんか。よいしょ。あいいんじゃない、いいんじゃない。いいよ、こうやっていい感じじゃん。なんかでも裏が寂しいな。こうちゃいい感じだけど、こういうのは何を入れたらいいの。初めてやったから分かんなかった。なんかもっといっぱい入れたいんだけど、なんかギリギリまでいっぱい詰め込みたいんだけどさ、なんかあれかな、レースとか入れたら買えるかも。100均でレース、こう裏面をさ、このポギメンとさメロディッチじゃなくてポギメンでも真ん中にこうね、レース持ってないの。レースとかリボンみたいな綿みたいな入れたらいいかも。買ってこよう今度。そうしようかな。今度100均行こう、また。いや、今はこれで。かわいいブームの写真。あ、ブームの写真ここに入れて、お茶くぶ。まさかのブームさん入ってくる。お仕事を整理するのが遊びじゃなかった。遊びなのこれ。違うよ、なんか思ったかった。なんだこれ、なんだ一言だけ。ランクアップ11位。あ、いただきます。画面バグってる。みんなもバグってる。星が永遠に出てる。あーバグってますね、私の画面まだ。あ、ダメだ。なんかめっちゃバグってるんだけど、一回これ閉じるか。あ、ダメだ。なんかスクロールしようとするとスクロールして上に行こうとするじゃん。強制的に下に戻るんだけど、これ再起するか。一回もうテロップ持てないよこれ。動かせるかなこれ。テロップのやつ、テロップのやつ動かせないな。
キしてきていい？テロップね、テロップ打てないよバグっちゃった画面が、打てないよテロップが。ティンさん、かぼちゃたくさんありがとう、ありがとうございます。ここさ、回してさ、上に行こうとするとね、一瞬上に行くのよ、すぐ下に戻っちゃう。で、なんか一番最初のさ、この検索のページ開くと一番上のなんか打つところの、なんていうの、カーソル合わせるなんかさ、棒みたいなのあるじゃん、線が、あれが右から左にダーって移動してるなんでバグってる、ちょっと待ってて、再起してく。コメントは見えてるよ、コメント見えてるけど、あ、いや戻んないか、一回一回再起しますね。ちょっとテロップ打てないからさ、ちょっと待って、すぐ戻る、一回この画面にして、あのすぐ戻る。あ、なんか再起動してないけど、なんか戻った、 Windows キーを押したら戻ったあれ、なんか戻った、再起しようと思って、スタートのところを押したらさ、再起の電源のボタンが出てこなくて、キーボードで Windows キーを押したら戻った。まあいいかありがとうゆきさん、ありがとうね、たくさん、おざま、以上。ギフト全然見てないな、私。みんなありがとう、たくさん、飴だっけ、お菓子のギフトとか、かぼちゃ、あいつね、キーボードのスペースキーおしっぱいなってないよ、押してない、乗っかってないもん、そんな、なんでだろうね。まあいいや、戻ったから、急にバグった。これなんかカバンにつけるわ、私出かけるとき。嬉しい、クロムちゃんのグッズをさ、うん、買ったんだけどさ、ラバーストラップ1個しか買ってないからさ、汚したくなくってつけられなかったんだけど、めっちゃいいかもこれ。あとこのピンバッジも使う場面があんまなくて使えてなかった、いい感じだわ、満足、変えて、かまわーつけたらインスタ、インスタ載せるか、めっちゃ可愛い、クロムちゃん、いいね、どこに置いとこう、どこ、あれか、とりあえずここにしまっとこう、満足したこれもどこにつけようかな、今日買ったやつ何につけよう、カバンにつけようかな、これどうしようかな、何使おう、何使おうか決めずに回した、可愛くて、これね、なんかさ、キティちゃんのやつ3種類か4種類ぐらいあって、お、ランクアップだ、キュイ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、キティちゃんです、なんか3種類か4種類ぐらいあってさ、これだけさ、ここにさ、ボール、ボールチェーン、ボールチェーン、ボールチェーンにさ、これだけなんかついてんのよこれがベルトのなんかチャームみたいなやつ、めっちゃ可愛いめっちゃ可愛い、これ、なんかちょっとあれだな、首が、首がないぞ、このキティさん、どうしたらいいんだろうな、二度目の方ありがとう、こんばんは、どうしたらいいんだろう、なんかこうやって自分で形整えるしかないんだよね、確かね、何かフフフ、簡単なの、キティちゃん、キティちゃんもいける、キティちゃん好きだよ、かわいい、
まず一体しまっとく。コロコロクリリンも、これはね、キャンドゥで買ったんだよ。キャンドゥのこのサンリオのマスコットチャームのシリーズめっちゃ可愛い。可愛いのこれ。何に使おうかな。可愛くって買ったけど何に使おうか決めてないや。これはね、220円、それと、あとこれもキャンドゥ一緒、コギム、コギムもある。ロコロクリリン、こう、あとはバツマルくんとかタキシードさんとか、キティちゃん、シナモン、クロミちゃん、マミュリちゃんもあると、あとポチャコツがいろいろある。コロコロ何さん、コロコロクリリン、コロコロクリリン、ここに書いてある。歌うかな、コロコロクリリンっていうキャラクター、かわいいな、このキャラクター。コロコロクリリン、キャンドゥで売ってる。私キティ、今あなたの家の前に、怖すぎだろ。キティちゃん怖いよ、そんな。133ファンディピル19、ありがとうございます。えっと、ダイソーじゃないよ、これ。これキャンドゥ。コロコロハブ太郎じゃない。似てる、そんなに。これクリリー。ハブ太郎、このなんか、ついてないから、こんな帽子つけてない。コロコロクリリー。こんばんは。クリリンのことか。それなんか違うね。それドラゴンボールなんだよね。違うの。何使うかな。これ付け替えたいな。ボールチェーンってさ、外れやすくない？でさ、なんかこれかな、メイクポーチにさ、なんかいっぱいボールチェーンキーホルダー付けてた時があって、気づいたらめっちゃ取れてんのよ、リュックの中とかで。付け替えたいな、これだけ。キャンドゥボールチェーンだから嫌なんだよな、付け替えたら。彼氏、そう、バッグの中とかでさ、キーホルダーだけ取れちゃうことあるから。ボールチェーンじゃない方がいい。キーホルダー買ってこうかな、今度。何に使う？こんばんは、可愛くて買っちゃった。コロコロクリリン。頭に6つの点ってないよ。クリリンでしょ、きっと。こんばんは。楽しまったこ、振り向きますとハンギョこわいくない、こんばんは。これしまってなかった、クロミちゃん、キティちゃんだった。あとはしまったかな、しまっとこ、カンカン。ね、ディズニー行くとさ、ディズニーだけじゃないけど、テーマパーク行くとさ、いっぱいお菓子があるじゃん。だからさ、お菓子だってさ、カンカンに入ってるお菓子とかいっぱいあるじゃん。毎回買いたくなっちゃうのよね、可愛くって、そのカンカンが買いたくなるけど、カンカン溜まっていくだけだからな。我慢してる。キッシーさん、リボさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。カンカンのお菓子ね、可愛いからね。カンカンのデザインが残るし、と思って買いたくなっちゃう。その残るから良くないんだよな。溜まっていっちゃう。カンカンいっぱいあっても困るし。なんで買ったんやろ。え、そう、まだいいんだけど、そのさ、帰ってきて食べるまではいいんだけど、食べ終わった後、これどうしようって
んで場所がパパになっちゃう。そう、そうなんだね。これどうにかしまわないと。このキーホルダー結構パンパンになってきちゃった。このガチャガチャしまってるケース、このポーチもガチャガチャ。どうっていく？そうなの？これはまだね。これはプリクラ入れるよ。いや、プリクラも撮らないからさ。中学生とかの時、中学生の時とかはさ、友達と遊びに行くたびに撮ってたから。高校生もかな。高校生の時からだんだん撮らなくなったけど、小中学生ぐらいの時のプリクラいっぱいある。ピロさんファンデペル19、ありがとうございます。買うときは何かに使えると思ってた。え、そう、本当にそう。結局そう、使うものなくて溜まってっちゃうね。だからもうカンカン買うのやめてよ、私は。え、これも、え、これね、カンカンじゃないバージョンがあるの。このチョコめっちゃ好きなのよ、チョコレートクランチ。カンカンじゃなくて、紙のなんか箱に入ったやつだって。そっちかな。ディズニー行ったら絶対にパスタスナック買う。あれめっちゃ美味しい。食べたことあるみんな。なんかパスタ揚げて、あれ何味？塩味？味付け添えたなんかお菓子なんだけど、めっちゃ美味しいんだよそれ。今日買ったもつ464人。訂正したら犬千代になったケンさん。4ヶ月ぶり、ありがとうございます。ありがとう。えっとね、カンタム、やっほー、こんばんは。どうも。よいしょ、おちたもどうも。あと一緒にパスタスナックある。パスタスナック美味しいよね。ですけどディズニー行ったら絶対に買うやつ、パスタスナック。こんばんは。学生時代プリクラ溜まるの分かるか。あ、そういえば自分飛ばしてる。やめてよ。でも今もう撮らなくなった、プリクラも。プリクラ多分中学生、高校生ぐらいまでよ。高校生ぐらいまでよ、撮らなくなる。なんか今さ、友達と会っても撮らない、プリクラ全然撮らなくなっちゃった。写真すら撮らないこともある。美味しい、好き。パスタスナック美味しいよね、あれめっちゃ。うん、まさひろさんたくさんお菓子ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ出てる。ありがとう。ありがとうな。ありがとう、ありがとう。たまはそもそも友達がいるわ。いるわ、ほんと。やめてよ。いますから。ほんとにさ。やめてください。そうそう、ディズニー行きたいな。次行ってないな。パスタスナック買った。ディズニーにも行きたいけど、パスタスナックはね、行ったら絶対に買う。自分用に一つ買うの、まず。一人で一つ食べる。で、家族用に二つぐらい買って。最低三つは買うね。好きすぎて。家族も好きだからあげる。二度目の方ありがとう。こんばんは。え、何？何ですか？こんばんは。じゃんこ。大勢なまださん好き？一人で一つ取る。独り占めする。いいでしょ？自分で買うんだからさ。めっちゃ美味しいのよ、それ。でもそれカロリーやばいからさ、一回でめっちゃ食べたくなるけど、気をつけないと。こんばんは、どうも。こんばんは。うん。なんか歌おうかなー。よいしょ。悪くないし、美味しいから仕方ない。そうだよね。そうだよな。
味しいんだもん。それユニバーのやつも美味しかった。ユニバーさん前に一面と行った時に、その時にもさ、あの買ったんだけど、パスタスナックを買ったの。ユニバーなんか小分けのやつ、ディズニーも小分けのやつあるけど、いつもね小分けじゃないやつ買ってて、塩味の。ユニバー小分けのやつしかなくて、小分けのやつ2種類味があって、それも美味しかった。味忘れちゃったけど何味だったか忘れたけど。サイバーボブさん、200回目のもありがとう。たくさん来てます。ありがとうね。1年前はツーショット席が欲しくて、ピンポン玉ないよ。ありがとうね。たくさん入ってます。ハロウィンナイト行きますか？いいわ。いつか行ってみたいのさ、あの、いっぱい、なんだっけ、ゾンビいるやつ。いつか行ってみたい。まだ行ったことないけど。かまわーん。どうもどうも。変です？違うでしょ。ユニバのやつ、そう、美味しかったあれ。たまいいゾンビ。何、私がゾンビになる側なの？なんで？違うでしょ？あれは。そういうやつじゃないでしょ？一回行ってみたいんだよね。あのハロウィンナイトだっけ？なんだっけ？ハロウィンナイト？それ曲？曲の方か。ユニバの方かと思ってた。ユニバの話してたから。あ、そっち？今気づいた。コスプレ必須？行くには？ユニバ行くには？しなくていいでしょ、別に。キャストが、なんでそっち側なの？おかしいでしょ。こんばんは、どうも。初おもの方、ありがとう。どうも。今年は渋谷春いいよ。大変よ。あ、ないんだ。あ、そうなんだね。別に行かないからどっちでもいいけど。あ、そうなんだ。でもなんか毎年さ、あんま来ないでくださいみたいな感じだけど、結構人いるイメージイメージ、テレビで見たら。家で一人でハロウィン悲しいよ。それ悲しい。たまコスプレしなくても大丈夫、いろんな意味で。どういうことよ。今年はキャンキャン、あ、そう、キャンキャン配信、キャンキャンルームがあるから、ハロウィンの日。今のゾンビはボケてくるから、つく、ボケてくんの？本当に？キャナちゃんがキャンキャンでいけないから、ちょい。なんで？私がメインのイベントみたいになってる。ルブとハロウィン。ルブさん。スリークイズあるかな？売ってるかな？ルブさんの仮装。多分ゾンビメイクの。ゾンビメイクもするつもりなかったら意外と大変なんだよ。いないと。向けられなかったらゾンビになっちゃうの。やば。ゾンビすごいの？そうなの？楽しそう。怖そうだけど、いつか行ってみたいな。エンジメイクみたいにしたことないの。そんなないですから、エンジメイクって。エンジメイクって何？そう。どんなに、ブブがゾンビ。やめてよ、ブブさん。ブブさんゾンビになっても可愛いだろうな。きっと。何を歌った愛と思う？何がいい？何をしようかな？歌ってか今、ユートランキング10位だ。あえてどうし、ありがとう。あえてね。あえて、あえて。あ、ゾウの方ありがとう。こんばんは。ブブに対してはやばか？いいだろ、別に。可愛いでしょ、ブブさんは。研究配信で大喜利大会開催できます。できますかね？いいしなくて。ハロウィンナイト。ハロウィンナイトちょっと歌わなかった。今回パーティーライトはなかった。今回パーティーライトないよ。な、パーティーな、感じじゃないでしょ？今回のやつは、ハロウィンギーとかのお菓子？かぼちゃ？トリートお菓子？ジャックコロリンランタン？ハッピーハローピエロっていうこの3つだけのギフトランキングがあって、そのやつはマギフで、あとなんかシークレットギフトが3つあるらしくて、これは今日から10月30日までなんか期間限定ランキングで、上位10位以内のギフト、上位50位以内のギフト、上位100位以内のギフトってあって、なんか
のギフトランキングもある。なんかそう、アマギフとかコーヒーショップのギフトカード、あのスタバかなねとか、あとなんだこれ、シークレットギフト花のやつ、なんかいろいろあるわ。バスボム、フェイスタオル、ハンドクリーム、キャンドル、間接照明、フェイスパック、なんかそんなやつこんばんは。これはこのギフトランキングは31日からだね。だって30日までのギフト、ギフトランキングは30日まで3日間だから。あつおまの方ありがとう。こんばんは。仕方ないから間接照明で間接照明どんなんだろうね。温かな雰囲気を演出してくれる間接照明買うなよこれフェイスパックもなんか面白そうだよこれ。人気キャラクターのフェイスパックだって。こんな顔になれるやつじゃないこれ結構多いギフトランキング今回。でもあれだね、この4つあるけどギフトランキング、そのうちの3つは31日からだからまだない。あつおまの方ありがとう。シークレット花って呼ぶ。シークレット花、シークレット花。でもこれ全部猫っぽくない？この花嫁と死に神も全部猫っぽくない？こう耳生えてる、全部ブブなんじゃない全部ブブかもしれない。あつたぶーとキャンドラ猫飼ってたらね。確かに確かにね関節照明どんなんだろうね。ブブの匂い読まないからみんな。うん、アイスさん、かぼちゃたくさんありがとう。ありがとうございます全部ブブかもしれない。歌舞伎のパック一時期入ってた記憶。あ、そうなの？知らなかったうん、きっと全部ブブかな。シークレットギフト猫だった今回長いね、期間限定ランキング。だいたいさ、1日じゃん。今回は3日間ずっとその28、29、31でそれぞれあるわけじゃなくて3日間でって感じ。なんか31日もなんかあるっぽいわ、このさギフトランキング見る感じ。なんかあるっぽいあの何かが起きるって。こんばんは。うん、レベル18達成。あいつです、ありがとう。あいつね、あいつでます。こんばんは。何にしよっかな、何歌おう、何歌おうかな。何言うと、まだ考えてないよ。はい、何にしようかな。おはたむやはん、あつたむたむたむ。この時期だから何歌うのかセンスセンス11月なんか歌も歌えないな、私わかんない。どうすんの。サウナラクロ、うん、この時期だから全然季節外れの言ってる言った人が違いすぎるだろサウナラクロでも歌えないの。12月のカンガルーなんかさ、季節もの行くの、恋のものは何懐かしい、うん、待ってよ、でも歌わないよどれも可
い、あえてね、見たことで渋滞ないって、渋滞ないガチャガチャ。ブブさん来るかな、この時期だから。それ何振り、ここに猫ジャス置いてない、猫ジャスどこしまった、猫があっちにやってるわ。ブブさん猫ジャスあっちにやっちゃったの、バカかかんない、タムタムタム、もう好き好き好きでしょそれ。で分かっちゃうのよ。あったまったま。ルブさんに噛まれたから草は。はーい、頭すりつきつきてる。でも寝てたねこれ。置いて置いてよルブさん。隠してたもしかして。じゃあ開いてたよ。なぜ分かる。多分みんなも分かってる。1度目の方ありがとう、こんばんは。タムダタムダタムダ、もうそれ好きだ好きだ好きだな。好き好き好きだよね。じゃあなんでわかるの。手を握り
ただ生きやらく背なって震うっていてた。地下鉄の改札口で別れる時もそんなにあさりと帰るのね。見つめ合ったり指を絡めたり抱きしめてくれなくちゃ。たとえば恋いたキャッチボールの湯に一つのボールを行きます。ふわ。よいしょ、パチパチありがとうね、みんな。ありがとうございます。ありがとう。これで安眠できる。なんだそれ。歌ってくれたらこっちやっと。あいたね。今日は可愛い。ありがとう。ありがとう。簡単もんや。たまーん、たまたまーん、やほやほ、よいしょ。ブーさん、ブーさん窓際にいますよ。寝てますね、ブーさんは。全然起きてきました。この駅で好きだ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 、あってね、ちょい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 、この駅で好きだ好きだ、あ、こう 歌ったじゃない、あの、読んだわ。インフルエンス注射ってさっきまで寝てた。おはよ。おはよ。窓際族だから。窓際族って何？キョウカちゃんバカっぽいね。なんでそうなるの？例えば健康診断注射？無事に終わりました。あ、よかった。眠い眠い眠い。今の気持ち？初見です？違うでしょ、あなたは。あ？おはよう。なんでそんな隅っこにいるんだ。シークレットゲート。
よかったも465人。お面ライドさん、こんにちは、ありがとうございます。ありがとう、あいつね。かいしょうぶさん。二度目の方、やった。皆さん、今日もふもふで。出てます。デビル13、あいつありがとう。写真撮った、大事ですからこれ。ちょっと見せる。はみ出てるよ、ちょっとウブさん女。背中かなこれ、背中。横の横が残すの触り方で。合ってるそれで。ちょっとハマってないもん、なんか。コロッケ。お父さん、なんか横のお腹ちょっと出てますけど、それキャットタワーだからさ、ここ穴があるから。あ、スーカーって誘ってんの？ここ下すっていいよって。無理よ、顔使わないと、こん中に。でもうさね、かわいいね。うさ、お腹顔出てる、ここ可愛い。めっちゃ目細めてら、ウブさん。かばちゃくやさ、ごじったんじゃん、やめてよ。ごじったな、それ、かぼちゃ、もう直してる。寝てるのかな、これ。どう？おはたぶーと。かわいすぎる。マッサージを切るみたいに顔はめる。ウブさんお腹はめてる。よかったぞ。いいのよ、それ。私のままで間違ったし。いいのよ。見てるの、寝てるの。わかんない。今寝てるかな。そうね、ウブさん。お、ウブさんめっちゃキャットタウン。動いてますけど。それかけて動かしてもらってます。これなんだその足、この足めっちゃ可愛い。見て、見えるみんな、見てる。猫みたいだね、あの対戦猫みたい。猫か、ウーさん太って、ウーさん多分ねちょっと細くなってる、ね、ゴロゴロ言ってる。ウブさん太ってないよ、多分。測ってないけど、最近すっごい動いてるじゃない。ここでしょ、ウブさん、お尻のね、そこの付け根だよね。この体勢は何ですか。見て、このね。
キロぐらいかな、多分3キロ台だと思う。4キロ行くとやったね。でもさ、あんまりやりすぎるとね、こうやってね。ちょっと怒ってる。もう嫌みたいや。もう嫌だ。落ちちゃう、落ちてないのに。でしょ、頭が。そうでしょ、ブブさん今。そうでしょ、ブブさん今寝返りうとって落ちちゃったんだろう。わかるからな、ブブさん。絶対そうだよね。見たいわ。やりたい、こんなやる。見たよ、みんな、あの寝返り打とうとしてさ、頭だけ落ちちゃった。絶対そうだ、頭入れようとしたんじゃないでしょ、絶対。やる、やる。落ちてるよ、足が、モブさん。かわいいな。捨てねえしって言ってんの。慌ててたもん。ブブさん近づくって噛もうとされて今見た。違う、こんなとこに穴があっただけだい。カバちゃんいる、カバちゃんやめてよ。ごじったんでしょ。おお、それかなんかまだわかんないけど、ええ、押してたんだよ。だよね。かわいい、見てこの顔。かわいいね、ブブさん。寝てんの、それは。起きてん、どっちだろうね。あそこにいるの、狭いだろ、そこ。こんなところにいるね、ブブさん。今日買ったもん466人。あわれさん、2ヶ月ぶり、あいつどうも、ありがとう、あいつね。窓からストーブ痛くなんでよ。もっといじめでやばいでしょ、言ってるから。かわいそうでしょ、ブブさん。カバちゃん、なんだそれ。なんですか、それは。かわいいブブちゃん、略してカブブちゃん、なんだそれ。何それ。かわいい。その体勢気づかない。わかんない、落ち着いてるでも、これで。かわいいな、ブブさん。コンドームウーノも、ブブさん毎日大変、どういうこと。お探しします、ことですか。ブブさん今日も飼い主のお相手。違うよ、私がブブさんの相手してあげてんの。尻尾天使切る。動いてにゃーっとしてますね、これ。あつもの方ありがとう。ヨカちゃんと一緒にいるのがストレスやばいでしょ。やめてよ、そんなこと言うの。可愛いでしょ、ブブさん、こんな寝てて。ブブさんが飼い主なわけないだろ、おかしい。逆転してるから、立場が。
さん何を歌ったらいいと思う？やっぱ何でも痩せると思うにゃよのえ、ウーさんは可愛いいや、そうウーさん、飼い主が大変暴れておりますのでお世話のほどよろしくお願いします。逆ね、いつもの私と飼い主は私ね、日本語を読めへんてもう するしかない。やめてよ、そんなふうに。ブブさん、ブブ、何がいい？かわいい。タマさん、それカボチャ見つけてどうしようかなと思ったら、タマがカボチャって言ってた。カボチャ、あれ変えて、私もう今更新をしてみて、変わる。パンチみたいに、ダメだ、そんな怒らしちゃう。何やら、ここをずーっとばかりしてくれる。いいでしょ、ブーさん触るのは。初音の方、ありがとう、クボは。タウタウ、かわいい。ありがとうね。ありがとう。よいしょ。こんばんは。遅い気し、いつのブーさん。いつも落ちてるって思うんですか。カバチャグッズ、そんなの出ません。見てくださいよ。何見てんの、ブブさん、なんか見えるか。あ、開けました。ブブさん、降りるの、降りるの、ブブさん、ブブさん降りるの、ブブさん降りるの、どうしたの、行っちゃった、ブブさん。どこ行っちゃった。ヤスさんにもさ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ブブさん、どっか行った。ケージ、ご飯かな？ケージもらっちゃった。うん。エサもたくさん出ちゃった。なんだそれ。よし、それなんか歌か。何がいいと思う？カバチャストラップ？何それ？カバのお茶のストラップ？意味わからない。ふうさん、ワニしたい。なんでそんなこと言うのよ。ここじゃ寝られないから、こっちにおいでよ、ふうさん。キャンディー。久しぶりに入れる？入ってるかな？最近聞いてないよ。ちょっと前に覚えたんだよね。ちょっと前に覚えてるかしら。キャン、ブーさんいつでも変わる。ダメよ、うん、水こぼしそうだった。準備は万端、変わる準備。そして終始寝るの、ブブさん。水飲んでる。
しいバイクでちょっとその辺まで。土曜日の昼下がり、日差しが打たな。ちょっとあやふやだな。するんだから全部倒されちゃってよ。こらみんなパチパチありがとう。掃除掃除じゃないのよ。ちょっとあれフィギュア落としてないけど、なんか後ろの花瓶通してるの鼻入れてないけど直してくる。犯人、机を終わらした犯人、あなたですね、やったのは。あなたですね、あなたですね、やったの。
ミンですね。かわいいね、かわいいね。かわいいから許してあげるよ。グランチさん、かぼちゃありがとう。たくさんありがとうございます。かわいいから許してあげようか、ボブさん。私の方を見て目を細めてくる。かわいいね。でも犯人ですか、やりましたか、あなたですか、やったのは。どうですか、どうしたんですか、あなたですか。かわいい。かわいいからやる人あげるよ、ボブさん。あなたが何でもやったのは。めっちゃついてるわ、こっちに。かわいい。うん、何何、どうか行きたいの。ダメ、いたずらしたからダメ。見てこう、あなたですね、やったのは。涙拭いたらいいよ、言って。涙拭いたら許してあげる。あなたですか、つけ終わらしたのは。そうですか、ボブさんですか、ボブさんですか。なんか行きたいね。フランチさん、ハワーさん、リゴスターリと、あいつをあいつね。仕方ないな、可愛いから許してあげた。ボブさん、私の方見て目を細めてた。可愛い。仕方ないな、怖いから許してあるか。仕方ない。ボブさん5階に行こうとしてるな。寝るの、もう寝る、寝ますか、ボブさん寝るんですか、寝るの。許さないの、こっちって記憶にございません。本当に都合がいいな、ボブさんは。覚えてみる。ちょろい。今日だけな、可愛かったから許してあげるよ。めっちゃ可愛かった。見た、さっきの顔。私の方を見て目を細めてたよ。可愛すぎる。冤罪じゃない。見たんだから、私は。ウブさんが机の上にあるやつ全部投げ倒してる。テレビ台のとこに飾ってるさ。なんか。あのアクスタとか飾ってんだけど、ポギミュンとかの全部投げ倒していって。私は見たんだからな、牢屋で寝る、これ基準。ごめん、ブさんの牢屋の自分から入っていって、いや冷めたんじゃん、ガンと覚えした。そうだった、ブさんご飯を食べたことを覚える。それやばすぎるよ、心配だよ、ブブさん。ブブのバックレスに行こう。かわいかったな、ブブさん。分かってんな、ブブさん。どうやったらさ、許してもらえるか。仕方ないな、許してやるか。怖いからいいよ。食感外。なんだそれ。なんでしょ。ストレスのあるブブだって。記事戻ってた。もう出てるじゃん。寝てないだろ、それ。俺のが可愛い。ボブさん。あ、アクスタ並べるなってこと？サンリオのアクスタなんか、こんなアクスタなんか並べるなってこと？ブブのアクスタを並べろってこと？ブブさんのアクスタないのよね？ないのよ、ブブさんのアクスタ。作んなきゃかな。作れってこと？通ろうと思ったんじゃわ？やめてよ、ブブさん。通らないでよ、そこ。私は許しません。ブブ団。なんだそれ。どうしたの、嘘。いつでも変わります。変わろうとするな。よいしょ。ちょっと一回歌わないでくれ。あとお水足してくれ。キティよりわしって。あれ、キョウちゃん言ってたの。何の仕方ないの。ブブさんの服さ、作るわ、そしたら。酒飲んでるから今日は機嫌がある。違うよ、お水ですよこれは。よいしょよいしょよいしょ。今日はコギュンで、おじさんここ座る、コギュンでいい、おじさん今日めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。
っちゃうと。ちょっとそれ行ってくる、待ってて、行ってくる、行ってきます。私がさ部屋を出入りするためにブブさんがめっちゃ見てくるめっちゃ見てくるんだけど、ブブさんが気になるか、ブブこんばんは、どうも2度目の方ありがとう、どうもどうも、こんばんは。しんいちさん100回目の方もありがとう、たくさんありがとうございます、ありがとうね、こんばんは。よいしょ、気になるのか、ブブさんめっちゃ見てくる可愛い、監視されてるおぶさんに。お、ランクアップ8、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、やっとランクアップ、ありがとうありがとうございます、ありがとうねよいしょ、ありがとう、ありがとう気になるのは仕方ないね、監視されてるわ、でもおぶさんいや、ディールするたびにね、めっちゃ見てくる。前髪が長いからうまくいかないわ。チュールかチュールを取りに行ったのかって。セコもついです。何？監視のやつ。お互い監視してる。そう、ウーさんがめっちゃ見てくるからね。こっちも見てる。かまわ。ね、さっき好きな歌って言ったよね、言ってる、好き、好きだって出てこないよね、いっぱい、あ、違うやつ、好きだ好きだ好きだって全部歌わったら出てこない、あ、あったあった、前も倒れてるそりゃそうだろ、そりゃそうだろ、みんな見てるだろI'm not afraid of the dark.
きだ。疲れちゃった。好きだ。忙しい。やりたいと思うこと、絶対やめたくないだろう。前2番結構あふれたわ、ちょっといつもだけど。忙しいね、この曲は本当にパチパチありがとう。この曲感想のあれか、あの車こうなんかこうやってやってるところだお花火レベル20達成ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。よかったもん。1167人、これなんて言うか正解だ。キーオイさん違うかな。ちょっと3ヶ月ぶり。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。あ、読み方絶対違うんだ。教えて。名前。今パチパチありがとう。お疲れ様でした。でした。これ一人で歌う曲じゃないの。めっちゃサビ忙しい。ずっとなんかサビ歌ってる。ミヤードパパの渋皮栗のモンブランシュー食べたけど甘すぎて美味しかった。甘すぎなくて美味しかった。めっちゃ美味しそう。それ栗の渋皮煮めっちゃ好きなんだよね。それのモンブランシュー絶対美味しい。美味しくないわけない。いい選曲マダさん。これはソロで歌う曲じゃん。そうだよずっとワクワク思ってたけどこれは一人で歌う曲じゃない。あの大変歌のお姉さん目指してない。この程度でバテちゃう。目指してないのよそこ。歌のお姉さん目指してないのよ。おぶさんもう寝てるわ。さっきまで私がヘアデイリーさんの監視してたの。大好きな曲ありがとう。分かった。大好きな曲。でもね、フーが聞きたいから下ろして。下ろしてやるか。
今日確かに多いね。今日は好き好き好きキャンディー好きだ。分かった。以前はリターブ声出る。あ、本当は分かった。成長してる？邪魔する回にしか逃れてません。やめてよ邪魔するって。可愛かったらさ、触っちゃう。仕方ない。仕方ないじゃん。ウーさんが可愛いのが悪い。あ、ゾウの方ありがとう。飴好きだ。どういうこと？飴好きだ。カンタムミラテリクエストしてるのかな。気がつくっちゃう。カンタムヤッホー、ヤッホー。どうぞ毎日お楽しみ。明日のためのお楽しみ。誰も待ってないだよそれ。何よその適当占い。カンタムーのヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。カトレアって曲を吹いててさ、歌えるかな。どうなんだっけ歌詞。カトレア、うん、ヨカちゃんに歌ってもらいたい曲があります。何ですか？ドルの真ん中を。辛い。何が？なんと明日は聖吉です。あんま良くないの毎日。明日の衣装、衣装？明日の衣装？何明日の衣装って。明日なんかあったっけ。え、クークーコーネ、なんだっけ、そんな聞いたことあるの。なんだっけそれ。間違った間違った。2ピック、ワンピースよこれ。ワンピースです。これなんだっけ。あー、これなんかあれだ。あー知ってるわこれ。でも寂しか知らない。でもなんとなくしか知らない。え、なんかね、TikTok で流れてきたことあるけど、千葉県の TikTok じゃないけ。なんかで聞いたわ。これね、まあ、聞いてみるわ。ふふふ。7番の曲がこれ。明日は何ずきん？そうだな。何ずきん持ってない。赤ずきんちゃんしか持ってないから。昨日、昨日だっけ？昨日だよね。昨日来てたやつしか持ってないから。ヤマケンさん、リムスターありがとう。ありがとうございます。青梅さんファンレベル13。ありがとうございます。ありがとう。明日の、配信のコスプレじゃ、明日はコスプレしない。すいません。次するのは、31日にするわ。31日ってね。ズキンじゃないの、赤ちゃんの。赤ちゃんもないの。そっちもないの。昨年の昨日、あ、チャイナだったっけ。そうか。去年の昨日がチャイナ。ややこしい。猫が忘れてつけた方がいい。あるよここに。ごめん。ドキンちゃんも持ってないよ。どうか。耳前に血つけますか。よいしょ。こうやっていい。いい？そいつで明日コスプレの可能性。しないしない。食べられちゃうかと思った。でも今日手のひらいる。手のひらいる大きい。そんな帰りなの？食べられちゃうかと。帰るに。危なかったね。猫の菊も持ってない。赤いキツネのコスプレも持ってない。持ってない。お疲れ様です。お疲れ様。かわいい。ありがとうね。ね、こんばんは。カエルよりかわいい。
何カエルのカチューシャやね。そりゃそうだろ。サイソンピン猫指は最高。いい僕のコスプレ嫌だよ。キツネダンスあんま分かんないんだけど、分かんないそれ。ウサギの耳が動くカチュ、あ空気でなんか押したら動くみたいなやつ。そう持ってないよ。そういうやつ持ってない。ないウサ起きてる、もしかして起きてそう。ボブさんめっちゃ目細めてる、なんか見て寝てんのかな、わかんない。ねえ何ですか、僕の絵文字まだある。いいねいいね。二度目の方ありがとう。チャッパネコスプレ、何それ。アンカーのハルマさんファンデミル17、アイクヨンスありがとう。ボブさんえでも寝てんのかな、わかんない。顔があっちから出てる。わかんない、寝てんのか起きてんのか、わわかんない。起きてそうだわ、めっちゃ動いてるからわかんないけど。恋の歌聞きたい、何が恋の歌。茶羽根って、あ、ジーなの、嫌すぎるでしょ、やめてよ、死なよ絶対。何にしろか、そう、ブーさん何してても可愛いからね、結局ね、ブーさんね、ブー恋の歌ってなんだ、どういう、何ラックアップ今出てなかった、ランクアップ何位だ、あ、強い、ありがとう、ありがとうね、やっと、あえて出ます、7位ランクアップありがとう。はいとね、ムーさん寝言は言わないけど、すやさよく言ってる。寝息がよく聞こえるね。すやすや言ってる。次の話が週に何回も夜の配信であってもらうんちゃう。来るね、たまにね、G が配信に紛れ込んじゃう。そうなんだね。このカチューシャでも十分可愛いよ。ということで、次の曲は、モアスブリッコです。いいのよ、勝手に曲振りしなくて。僕、あなたよ。G でしょ？お名前も G じゃん。でしょ？ということで、ブブちゃん言うてたら、いや、怖いよ、寝言で。泣き出しても怖いし。皆さん、寝息よくね、聞こえる。あれ、いつの間にか頭の上、猫耳、変えた。この認知は、自分がそうしてるんだろう。G 好きなの、 G やだよ、好きな人なかなかいないでしょ。めったにいないよそんな人。あと花火もさっき上がってたの、レベル21達成ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。絵文字書いちゃう子やめてよ、その顔文字は何。初音の方ありがとう。ここは何歌おう、何がいいと思う、カメムシの、え、カメムシもう家に決まってるでしょ。 G 力新橋いいな、その G に引っ張れる、引っ張られなくて。お菓子くれないって絵文字書いちゃう、みんなお菓子をあげて。ちょっともう絵文字やめてくれよ。オネストはちょっとオネストはわかんないまだ。前覚えたんだけど忘れちゃった。めっちゃ仲良く歌ってっけ、ボブさん歌う、歌う、ボブさん、ボブさんよくニャーニャー言うけど、そういうこと、一緒に全般嫌いなのが全般無理だね、私ちゃう虫。それ虫にするのやめてよ、感じが。アマゾンに食用時嫌すぎる、やめてくれ。じいさんは茶羽根なの、黒なの、そのさ、いいのよ、そのさ、その種類聞かなくっていいのよ、ほんとに。じゃあ、やり、じゃあ、そっちの方。あ、でもなんか、ブーンとか言ってるしな。スノバーのね、カルユ歌い。好き、あ、好き好き好きでも今日やっちゃった。違うの。あ、大至急大至急。恋、恋の歌ってなんか、あれだけど、なんていうのかな。かわいい感じの。虫パンは無視しがち、どういうこと、
強化パネ G ですね。やめてくれよ、私の名前入れるの。あ、オキラ入ってんのかな。オキラって入ってる、これオキラでも覚えてない気がするけど、入ってなさそう。うん、オキラ、あ、なんか漢字になっちゃった。オキラって漢字あるの。あ、あ、あ、オキラスピッツさん、オキラしか入ってなかった。こんばんは、どうも、どうも、どうも。どうしようかな。じゃあ変わった、むずいだろあれ。 AKB のキャラにする？これじゃあ寝返り打ってんのか。え、君好き？いるかな。生き物がタイトルの曲を。あ、そうなの。君のことが好きだから。火星に G 放ったら進化 してたアニメ。そんなのあんの。どんなアニメ。やだよ、見たくないよ。 G が出てくるじゃん、それは確実に。たまわの G のことは好きじゃないよ、やめてよ。 G だけは嫌かも。転生したら G だったっけ。嫌すぎるでしょ、最悪よ。転生して自分が G だったらマジかよって、いろいろあってこれってなる。一番嫌かもしれない。
しそう。あとの方へ仲間は良かったですよ。468人、ひねさん今月もありがとう、ありがとうございます。パチパチありがとう。ちょっとあやだった。いやあれ何なの、フロマイさんのやつ、これなんていうギフト、情熱的骸骨くなんだそれ、なんだそれ。初めてフロマイさんまたありがとう。あいつ情熱的骸骨くん、あいあいと。なんだそれ、踊ってたわ骸骨が。まるで AKB みたい。おなんだそれ、初めて聞いた曲だから新鮮。最近なんか何回か前に歌ったことあるけど歌ってなかった。骸骨、情熱的骸骨くんっていう歌らしい。なんだそれ、振り付け曲じゃん、かわいい。ありがとうな。ありがとう。骸骨の動きが変えた、確かになんか変なダンスしてた。ハート出てた。よいしょ、骸骨くん。みんなパチパチありがとう。こんばんは。ほねほねあるぞ。たいない、わかんない。 AKB48 に入りませんか。何言ってんのよ。AKB の曲自体そんな知らん世代やから、ごめん。そっか、中学生だよね。確かに。シンジさんファンデピル13、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。鈴木岡ちゃんの可愛い笑顔と歌声と振り付けはゴゾロップに染み渡る。なんそれ、エスさんありがとうね。でもありがとうね。みんなハロウィンギフトありがとう、ありがとうございます。4位だ、ありがとう。すごい、あ、すいません、ありがとうね。みなとくさん嬉しい、やったやった。ありがとう、ありがとうございます。やっとめっちゃ順位いいじゃん。俺も AKB とかよく知らんけど。いいのよ、20期研究生の山田教科。違いますよ、20期研究生じゃないです。違います、違うよ。本当に家に骸骨あるわけないでしょ。あったら怖いでしょ。怖いよ。クロムちゃんならいるけど。あ、骸骨を持ってる、このクロムちゃん。で、今日これなんか作ったやつ、さっき。ピントが。クロムちゃんにピントあって。なんで合わないんだろうね。あ、骸骨持ってる。クロムちゃんかわいい。これこれ持ってって書いてある裏は小姫とクロムちゃんのたまごっちコラボ。かわいいっしょこれ。いいじゃん、おいしい、かわいいっしょ。いいでしょ、クロムちゃんのやつ作ったの今日。今度はもっと可愛くする。100均でなんかリボンとか買ってきて、ちょっともうちょいなんか黒か白がいいな、系の黒か白系のなんかリボンとか、なんかふわふわのやつとか買ってくる。で中に入れる。そしたらもっと可愛くなる。きっと可愛いけど。これ2度目の方へ、タウンかもは。虹色のサラさん、ファンリベル17、あいつます。ちょっと怖い？怖いでしょ。骸骨の、コギメンは骸骨じゃない。ウーパッチと、ウーパッチっていうコギメンのじゃない。タワゴッチのキャラクターと、コギメンのコラボ、ウーパッチ。眼帯が中二病っぽくていい。かわいいでしょ、クロムちゃん。かわいいね、クロムちゃんは。めっちゃかわいい。
イズ、じゃあしていくわ、どんどん。まだね、ちょっとなんかさ、少なくない？入ってるものが。でもこっち側はいいけどさ、なんかこっちが嫌だから、なんかこう、ここの背景みたいな顔、なんかリボンみたいな、こういうのドクロマンじゃない、これウーパッチっていうたまごっちがいるの。どうも、コギミのコラボ。こっちはクロミちゃんとメロディッチみたいなキャラクターだったはず。ちょっと忘れちゃったけど、いつか僕のこともこれだけ扱わないで。嫌に決まってるだろう。嫌だろ、 G はちょっと嫌だろう。これはあれよ、クロムちゃん、矢野クロムちゃんっていう V スポっていうところの VTuber の方。VTuber かわいいね、クロムちゃん。クロムちゃんグッズ、これもクロムちゃん、これ一緒のキャラクター、キャラクター一緒の子、クロムちゃん、こっちもクロムちゃん、かわいいんですよ。こんばんは、でも初物の方2度目の方、でも、ね、よく見てなかった。これクロムちゃんです、こっち見て見て、この触覚と、ほらこの足とか、やだー、嫌すぎる、触覚嫌だー、やめてよ、ほんとに虫の説明をするなー。いいな、いっぱい持って、楽しいよ。楽しいよ、自分の好きなさ、ものとか集め楽しい。こんばんは。これ100均でさ、こういうの初めて買ってみたの、めっちゃいい。クロムちゃん、クロムちゃん、クロムちゃん、ムムだよ、ムクロムちゃん。こっちはクロミちゃん。こっちがクロミちゃん、こっちはクロムちゃん、クロムちゃん。ややこしいね。めっちゃややこしい。こんばんは、クロムちゃん。あの、いいね、そのクロームちゃんになってる。何言ってんだ、ほんと。ちゃんクローム。Google クロームちゃん。もういいの、そんなボケなくって。いいんだよ。ボケないでいいの。でもこれでやっとさ、このラバーストラップが使えそう。ずっとしまってあって。これ2個セット、もう1個あるんだけど。ちょっと2個入んないから。こっち入れた。もう1個はなんか。もう1個は眼帯してない。こっち眼帯してる。置いてしておく。なんか、かわいすぎてさ、汚したくなくて、ラバーストラップってさ、まあ、ラバーじゃなくても汚れちゃうけど、汚れちゃうじゃん。それが嫌で、使ってなかっただけ。ケース入れる。今日首長い？いそと違う？首。一緒よ。なんかさ、首長い？今日。クロムちゃんしてた。クロムちゃんは知らんかった。クロムちゃんは VTuber なんか。そう、ケース入れとく、汚したくないからね。このケースに入れて持ち運ぶわ、これに。かわいい、クロムちゃん。いいじゃん、 Google G。 いいよG はいいよ。ただうて2度目の方、ありがとう。こんばんは。いつもより首数ミリない。そんなことある？そんなことある？首伸びることある？一緒、いつもと。長く見える。なんで？なんでだろう。いつもと一緒じゃない？髪型もさ。服もさ、ただ丸襟じゃん。T シャツもこんな感じじゃん、首元。なんでだろう。一緒。グキジェット買ってきたやつか。やばい、対応されちゃうぞ。じ、背伸びた。わかんない。測ってなくって。だって最後さ、測ったのがさ、ここ2年生、17歳ぐらいの時だから。17歳だから。5年前。わかんない。今の身長わかんないけど、一番最後に測った時153だったから、153ってずっと言ってる。わかんない。7センチだろ。わかんない、正確な身長は。剥がしとなったのかもしれない。そうなんだ。わかんないけど。これ5センチくらいない。だいぶ長いよ。5センチって結構。
こんこんぐらいない？5センチ？こんぐらいだよね。結構伸びてない私首。怖いよそんな伸びてんの。逆に嘘つくと首が伸びていくとか初めて聞いた。簡単なの？猫耳つけたから伸びたように見える。そういうこと？そんな効果あんの？猫耳に160ぐらい。そんな17の時から7センチを伸びることある？伸びたかな。ルーさんファンレベル11ありがとうございます。ありがとう、はい、ね、初おもの方ありがとう。こんばんは。どうも。66位。嘘、私妖怪だったもしかして。ゴキジェット、ゴキジェットはねちょっと持ってないと不安だから持ってます。おはたむの、ホイホイなら余ってるけど。やばいぞ、捕まられちゃうぞ。コメント欄にいるけど、首だけで7センチ伸びて身長伸びるのちょっとそれは嫌だな。それはちょっと怖いよ。もう人じゃないじゃん。160いけば一面の中でいっちゃおう。まあ確かにそうだけど、伸びちゃった。でももともと首が長いことが売り。え、そうなの？え、首長い私。普通じゃない？わかる？首の長さ長い？わかんない。うん、タイとミャンマーにいる首長と違うわ私は。私は違うよ。よいしょ。あ、まさ長い方？長いよ私。全然わかんない。自覚なかったわ。よいしょ。首が伸べれば高いところの食べ物食べる。キリンみたいな。やだよ。最後の体力かな。遠近法。そういうこと？首の長さ。すごいかな、わかんない。キリンさんが好き。キリンじゃなりたくないよ。キリンいいけどさ。なりたくはない。よし。最後なれた。うん。チートキューティーアーソ持ってキンキンキンして、アキラク持ってハースクイジケン、クネル持ってレイディスブリケン、それ汚いってえ、ライバル口をそろえて、うん、ライバル口をそろえて、バグレバグレ認めさせて、マジでこれも全部ないで。イサミイサミヤン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 、ブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前に相手のガッパクリティクラッシュ、アーカイキューハートロビリハッピー、アイキャーカイタートピカイチ、アイカーアタッピーしてる前に誰をなの日がにいるなのも愛すように愛し、ロバットもできないことばっか言ったけどビリハッピー、アーキリてるアーキリてる周り、目が前てる家族友達、もう反則的たち、君の俺に任せとけばいい、警戒しよういないもん大衆ね、ちょっぱり頼もしない、
シンキングバン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 ありがとう。ありがとう。わちゃわちゃありがとう。いな、初物の方ありがとう。コメントありがとう。パンダです。ありがとう、パンダさん。コメントありがとう。ケイシーさん、かぼちゃたくさんありがとう。あいつ、あいつ、どうぞ。ありがとう。みんなパチパチありがとう。サルトさん、ファンデベル19。あいつ、どうぞ。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。いいよ。ロマンさんたくさんキングリッターとか音符とかいっぱいありがとう。ありがとうございます。ありがとう。みんなもありがとうね。ありがとうございます。おはたむやはん。よし、じゃあそろそろランキングもかな。13位からランキングもですね。13位。タカさん、ありがとうございます。12位、クプーさん、ありがとうございます。11位、スペースラナウェイさん、ありがとうございます。10位、ヤマケンさん、ありがとうございます。9位、ハマーさん、ありがとうございます。8位、133さん、ありがとうございます。7位、ヤンスさん、ありがとうございます。5位バタニーさん、ありがとうございます。4位アメイスさん、ありがとうございます。3位グランツさん、ありがとうございます。2位キッシーさん、ありがとうございます。あ、そして1位がフロワーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。初物の方ありがとう。こんばんは、ありがとう。ありがとうございます。今日もありがとう。配信、明日の配信はお昼と夜する予定です。全部で2回か3回、いつも通りですかね、する予定です。初物の方ありがとう。こんばんは、ありがとうね。今日もたくさん、初日7位、ありがとうございます。ありがとう、みんなたくさん歌えた。ありがとうね、たくさんありがとうございます。あのギフトランキング、ギフトランキング今お3位だ。ありがとう、嬉しい。3位、ありがとうございます。やった、ギフトランキング3位、ありがとう。いつも通りって言われたら困る。何が、どっち、どういうこと。11月3日セーター配信やりますよ。朝配信はやらない。朝何時かやんないから、朝あのやれませんから朝配信。おちたむ、おちたむ、たむ、お疲れ様。お昼と夜、夜の2回か3回、夜2回できたね、感じかな。いつも通りよ。いつも通り。そうそうかな。今日もたくさんありがとうね。あ、曲覚えてか。100億光年だっけ。メモっとくけど。今日ね、覚えるリストがあるね、私。よし、OK、メモった。これで今日覚えてくる。全部聞くわ、ちゃんと。じゃあそろそろ終わろうかな。じゃあまた明日。あ、マッチさん200回目のおも、ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。じゃあまた明日の配信で。お昼はヒフティヒフティ。あらよ、あらよ。
なるやん。また明日のお昼の配信で、明日お昼するからね。また明日のお昼の配信ありがとうございました。またね、おやすみなさい。また明日、おやすみ。